こんにちは、沼です。ダメもやっていきます。今回は皆さんついに来ました。いらっしゃいませ。四角亭のチケットガチャと三角二角のチケットガチャをやりたいと思います。で、少し前置きしてからガチャ引きますんで、ガチャだけ見たいという方は、動画の方を少しスキップして見ていただければと思います。で、ですよ皆さん、生放送を連日していて、その中で質問が多かった、ネモさん、白成石って何ですかっていう質問。で、僕ちょっと調べまして、あとはリスナーさんにもちょこちょこ聞きまして、何かわかりました。で、それが、ショップだよね。いらっしゃいませ。だここの交換所で交換できる石の話でしたと。で、この石どうやって手に入れるんですかっていう話なんですけど、それが、ホームの右上の歯車っすね。持ち物からこの絆、これを売却すると手に入りますと。で、これを売却して小技みたいのがあるみたいで、ちょっと待ってください。さっきのお店に戻って、この二角ガチャを、まあ、あるだけ買って、またいらない2が出たら売るっていう、なんか小技みたいのがあるみたいで、これで星音が出る確率をちょっと上げられますという話みたいですね。なので僕も、この二角ジャッカチャ今10枚交換しましたけど、いらないのが出たらちょっと交換しとこうかなと、またという感じでございます。星さんガチャを交換するかどうかは、まあその白成石の残り次第だったりとかだと思いますが、今のところは何がいいのか僕自身も分かってません。ぜひぜひご存知の方は、コメント欄で教えてください。一応星4とかも出るみたいですね、二角ガチャから。で、ここからガチャやっていきます。で、ガチャやってその後に生放送でこれまた、質問が多い、なんとかって強いんですかっていう質問、このキャラって強いんですかって質問はガチャが終わった後に簡単にまとめますので、ご興味ある方は見ていただければと思います。で、まずこれやりましょうか。毎日0時にリセットね。にゃー、ご予約のお客様、ご来店にゃー。はい、知ってる。にゃー。で、二角ガチャからいきます。15枚あるんでワンチャンありますからね。はい、2。来ないかな。でもこれで外れてもまた売ればいいので、まあ無駄にはならないですねって話ですね。うわ、合図なんだけどちょっと僕にも奇跡が舞い降りないかな。みことね。もうなんか4どころか 3すら出ないな僕この引きの弱さ。にゃー、ご予約のお客様、ご来店にゃー。にゃー。でもこれで無課金の方とかは星2をバシバシ集めて上限解放、まあ幻突を狙っていくのもありかななんて思います僕は。マジか。1枚くらい3が出ないと、このガチャチケ交換する意味あるんですかって質問が飛んできそうだな。あ、そういう検証も兼ねてっていう感じはありますね。15枚引いたら1枚くらい3出てもいいかななんて思ったりするんですが、うん、もうなくなりそうもうなくなりそう。うん、
やばいな、この検証結果交換しない方がいいになっちゃうな。お、ほら3出ましたよ。お、嘘。君たちに言う。団長。びっくりした。いやほら皆さんちゃんと出るんですわ。ただ団長か、団長か、くそ紙引きなんだけどな、団長か。ということで、しっかりと、しっかりと皆さん出ますので、ぜひ引いた方がいいかと思われます。そうか、星4確定ガチャでやったけど、やっぱ別にしようかな、これ出たからね。マジか。これはすごかったな。びっくりしましたね。交換した方がいいです、皆さん。交換すべきです。そうか、じゃあ星4確定ガチャ別にするか。完全になんか詐欺みたいになっちゃったの、一番冒頭の方。やった、団長これ2と2ですわ僕で。戻るんですけど、で今出たいらない、星2たちですねは、ここで売却することができます。まあこんな感じですね。1つ2ポイントかな、星2は。という感じで、こういう感じで売却をバシバシしていくことができますと。でこれで溜まった白成石でまたガチャをしてという感じで、こう無駄なく、この絆も、いらない絆はですね、対応していくことができるんじゃないかなと個人的には思いますね。で今みたいにもう出るので、普通にちょっとびっくりしたな。もうまさか自分にそんな幸運が訪れるとは、からの団長でしたね。でも幻突結構嬉しいですけどね、団長。団長マンになってきたな。まあこういう感じで打って、もう大体終わったかな。星にはさすがに育てないと思うから、もうバンバン打っていきますけど、星には。3も売っていいかもな、4いるやつ。っていう感じはしますね。で売却バシバシしたらお店に戻って、まあここで交換をしていくという感じですね。なんか星2でこんな出るんだったら、星3以上の確定ガチャも交換してもいいかもしれませんね。どうせ星3確定も売ったら10ポイントになるんでね。なので合計40になるんで、まあそういう考え方はあるかもなぁと思ったりはします。もしくは、英雄の恩恵がとつっていくと、まあバンバンなくなっていくので、そこを、まあ取りに行くのもありかなぁなんて思ったりしますね。そうか、そうするともうここの、この回は白成石の説明だね。白成石の説明だね。さすがに、もちろん出たんでね、出なかったらもうそのまま行こうかなと思ってたんですが、申し訳ない皆さん。ちょっと、じらします。で、どこで引くかな?生放送で引いたりしたいんだよな。そうですね、星4確定ガチャは、生放送で引こうかな。せっかく、まあ、引ければいいかなと思ってて、ただ生放送からこう、どう動画を抜粋していいか分かってなかったんですね、方法が。ただ最近ようやくこう、方法が分かりましたんで、ちょっと生放送から、生放送でやろうかな。2枚だしね。もう3と、3と4、1枚しかないしね。という感じはしてございますね。なので、この動画を見ていただいている方か、は、今日の、おそらく今日やりますんで、今日の生放送で、星3確定と、星4確定のガチャ、
をやろうかなと思っております。ですのでぜひ、皆さん多分10時11時12時くらいだと思いますけどねに僕のチャンネル登録をしていただいていれば通知が飛んでいくと思いますので、ぜひぜひお楽しみいただければと思います。いやー、そしてね、ちょっとびっくりした。団長これで二度つか。結構僕もその昨日の生放送で周回したおかげでお金とか、あとは全開放してるんでね、星6が3人になりました。全員星4からの星6ですね。でベル君は何でしたっけ、英雄の恩恵を集められれば星6にできるという感じですね。またこれ全員が星6になったらちょっと動画1本作ろうかなと思ってます。でまあこう自分なりに感じたこうこのキャラの良さとか悪さとか、まあそういう話を細かくできれば結構皆さんにもいろんな話ができるんじゃないかなというところでございますね。で、あとは、このキャラ当たりとか外れとか話をしたかったんだけど、生放送でするかな。の方が楽しいかな。皆さんにも意見聞きますね。で、そんなもんかな。あとなんかあるかな。あとは特に、もうガチャに関しては29日更新が来ますので、おそらく。か、もしくは30日くらい。と思いますので、おそらくこれでガチャが切り替わって新キャラ来るんじゃないかな、なんていう説が有力ですね。で、なんかいろんな情報を聞いてると、レフィーアが恐ろしく強いみたいで、あとは、僕の生放送ではリュウさんがとてつもなく人気で、リュウさんみんな言ってる生放送中にね。結構30人くらいの方、リュウさん言ってた気がするけど。なのでまあそのあたりのキャラクターが入ってくると楽しいことになりそうなので、まあ期待したいですね、いろいろ。あとはまあ後々の、いやー、なんとか弾けないかな、なんとか弾きたいっすね。こう合図弾きたいっすね。合図への愛がやばいんだが、合図を弾ければいいなーなんて思ってますが、なかなかねその辺はね。そっか、幻突二突か。団長強くなりそうだな、だいぶ。二突って恐ろしい強さになりますからね。まあ団長で良かったのかな。まあ、外れが来るよりは団長で良かったのかな。という感じでございました。ですので皆さん、ぜひ、剥製石は交換して、星に確定以上のガチャチケにして、ババン打っていきましょうという感じでございます。そして今日の生放送で、星4確定ガチャいきますので、ぜひぜひ皆様よろしくお願いいたします。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て、動画の右下の僕のアイコン、もしくは動画の下の YouTube アイコンからチャンネル登録をお願いできればと思います。また Twitter のアカウント名をコメント欄に書いておきますので、フォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。